岡市天神のスポーツバーにはおよそ60人の熱心なサッカーファンが集まり、日本の試合を観戦しました。前回大会で準優勝のクロアチアに対し、日本は前半43分、前田選手のゴールで先制します。後半に同点とされた日本は結局 PK 戦の末、惜しくもクロアチアに敗れました。本当に4試合楽しませてもらったんで感謝はしてますけど、なんか PK で負けたのが本当に残念ですね。日本国民がやっぱ全員が盛り上がってでしたし、いや本当にエールを送りたいです。ありました、日本ありがとう。ありがとうございます。日本の初のベスト8入りは4年後に持ち越しとなりました。